ごきげんよう。いらっしゃいませ。あ、どうも。どうも、おはよう。は？あ、すいません。何をお探しですか？はい、あ、ちょっとカメラ買おうかな思って。あ、ビッグカメラようこそ。カメラですね。はい。スプラトゥーンコーラはこちらになります。いや、カメラやつってんの。え、カメラ。スプラトゥーン。スプラトゥーンせんから。いや、スプラトゥーンの方が楽しいですよ。いや、カメラやつってんの。いや、スプラトゥーン。あ、お前、あ、発音やめろ、それ。新作が出たので、スプラトゥーン。ごきげんよう。ごきげんまっせ。わあ、アンナちゃんだ。もうなんと、仕事に、俺の仕事先にアンナちゃん来てくれたの。わあ、嬉しい。今日も可愛い。誰やねんこいつ。え？え？誰これアンナちゃん。いや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 、お前こそ誰やねん。俺はアンナの彼氏ね。いや、俺が彼氏。は？違うから。いや、俺が彼氏。なんでお前みたいなキモいやつと付き合うわけないやろ、アンナが。いえ。はい、ほっとほっとほ、ほんで、アンナ何書いたいの？何でもええよ。好きなやつ買いや。おお、じゃあ今回はアンナちゃんの特製パンツを買ってきたので、僕がそれを今から紹介します。やめて、やめて、やめて、やめて。それ脱がすの俺やから。ちょっと、ごきげんよう。あ、すいません。おい、いらっしゃい。あ、醤油ってどこにあります？あ、ごめん、ちょっと今やめてもらえる？今ゲームやってるからさ。いや、すいません、あの仕事中でしょ。いや、ゲームやめて、いや、醤油の場所教えろよ。あ、負けた。うわー、これお客様のせいですね。なんで俺がゲームに負けたんだよ。ふざけんじゃねえよ。いや、はよ醤油。ちょっとごきげんよう。ピー。はい、はい、こちらお会計260円になります。260円ね。はい、はい、ごめんなさい、ちょっとあの大きいのしかなくて、ちょっと1万円からで、お釣り物っていいですか、これで。はい、どうぞ。じゃあお先に商品をどうぞ。はい、ありがとうございます。はい、1円のお釣りです。なわけないやろ、アホ。ちゃんとお釣り渡さんかい。あ、ごめんなさい、この1万円でちょっと余ったのでスプラトゥーン買わせていただけないかな。いや、言い訳ないやろ。お釣りや、お釣り。わかりましたよ、ごめんなさいよ。いや、ほんでお前なんでこれ飲みさしやねん。あ、ごめんなさい、さっき僕が飲んだやつです。休憩所に。殺すぞお前。チャオ、動画見てくれてありがとう。説明欄の方にアンナちゃんのパンツ。今日も動画を見ていただきましてありがとうございます。皆様に重大発表があります。オフ会します。久々にオフ会します。東京でやります。場所はですね、京王線の渋谷から一本で行ける下北沢駅、こちらでありますね。下北沢駅から徒歩5分ぐらいかな。クラブ251っていう場所であります。今回は室内でやります。でも室内でやるって言っても結構人が入る室内なんで、全然皆さん心配しないでください。あと予約もいりません。お金も1円もかかりません。何もかかりません。僕に会えるだけです。もう外で会うのと一緒っす。もう外でやってるオフ会と一緒。もうただそれが室内になっただけ。もうそうっす。外でやるとめっちゃ迷惑かかったりするから、中でやらせてもらいますって感じですね。はい、そんな感じです。あと、僕のバッジとかもね、こう300円でこんな感じで発売してるんですけど、それはもうね、全然買わなくていいんでね。もう買うやつもバカな。オフ会の時刻が10時半に入れて11時スタートです。で2時に終わります。はい、そんな感じです。そんな感じです。だから10時半には皆様来てください。はい、そんな感じです。来る人は僕と春樹と風間とカメラマンです。あと顧問が来ます。オフ会では握手、サイン、キス、あと、ごきげんよう、何でもできますので、皆様よかったらもう本当に頼むで。あと詳しくは詳細欄から見てください。バイバイ。あ、いろんなとこで告知するんで、これで内容わかんない人は DM とか送っていただければと思います。バイバイ。